五番子ですか。えらいのですな、しっぽりと長いですな。おお、あんまの徳さんから、ご主人はどうじゃな。ああ、肩やって下やったらダーサーお寝ましになったのか。へえ、入れも湯たんぽ入れましてな、お願い申しますと。いやいや、ご苦労ご苦労。おまはんはもうダーサンの森さえしてたらそんで役目が済むので、これからまた何かあんまの徳さん、お前得意回りでもすんのかい。いい番だいな、今日のこの雪の降るのどうです。こんな何にも自分得意回りもえらい子勝手にやすけどもいけないのでな。もう今夜これから帰ってなんてさ、一緒の酒あげてもう酔い寝するつもりでに。ああ、結構やな、おまはんらうちになったら一軒のある。寒い酒へ酒飲もうとうどんの一杯を食わうと遠慮気兼ねがない。わしら奉公してるがためにきゃなかなか難しいもんじゃで。それしたらな、ああ、寒い酒へうどん食うにはなし、もっともや酒嫌いや酒は飲まんけど、この寒いのにお店行っとこたつもなしに冷たい布団の中へスポッと入って寝てみなり、30分や1時間ぬくみが出えへんで。ほら、気の毒にあんな、何ですか、おことなしでお休みですか。おお、旦さん用心深いお方、自分もあの通り湯たんぽ入れなはるぐらいお店へ行っとこたつの味知らんのに。あら、気の毒に。いえ、話せな番頭が分かれへんねんけどな、私もこの年になりますけど、あんまなんで、いえ、こたつと入れたことがへん。というのは前は一生やりましたかいな。その酒の生きにちは偉いもんですな。うちのかかりもそうです。わしとか見事で言いながら後差しで寝ます。ええ、もう一生飲んで寝るちゅうとかかすとで寝てよんのな。こたつとか抜くいな、一生ぐらいです。ええ、いやもう、そんな俺一生ゴンゴンもやるちゅうと、今夜ちょっと、生きにが偉い、伸ばしまんな、ってなこと言いようです。ええ、そんな俺もう二生もやるちゅうと、これはもうこっちの人、今夜扇風機かけな、どんなんな、何言うたりてな、この間二生ゴンゴンやった場合やみの、かか裾に言いやしまへんね、裾に。どこ行きよったんや知らんと思ったら、暑い場所があんた、井戸端で水浴び、嘘つけや、おい。よんなあんなこと言うてるでね、水浴び、大変なこと言いな。いえ、そのくらいさ、酒の生きにしまえないもんですな、酒の米の水ちゅうだけで。どうです、今夜一晩とお宅であんま投げこうてもらえまんか。あんま投げこうてどうすんねん、お宅であんたはお店で寝さしてもらえまんねん。お店の布団の真ん中でわし寝まんねん。それから一生張り込んでくんなりゃ、酒一生。その一生飲んでお手がさっぱすっぱだかでですな、で、店の真ん中で寝まんねん。で、お手の頭の上から布団かぶせて、周八方から足つくで当たんなはり。人も立っちゃん、ぬくいでこいつは。これ面白いな、人も立つか、へ、人も立つ。なんぼ犬あるかってあんた、やけどする気づきは合わへん。そうでしたらな、こたつがひっくり返ったさかい、第一用心がよろし。また朝になってこたつを片付けにも、ほったらかしていたら一人こたつが片付けるちのどうでしたろ。これはおもろいな、これ。してもらおう、やってもらおう。何かやな、酒のあてはいんのか。いえ、酒飲みですな。小指一本眠ってもあんた、いえ、一緒の酒ぐらいゴロッといってみまんね。すまんやけど、こうこうしときよくなり。そんで一緒あげてみますさ。酒は一腹ってなら、夏の言い草でやったら。すまんやけど、やっぱり厚めにしてもらってな。すぐに一緒どころに一緒入れるとね。どうぞお願いします。な、とりあえず一緒なんじゃねえ。徳さん飲んでもらってな、今夜一つこたつになってもらおう。ああ、今ちょっと観察で待ってください。これ。亀か定か、何あ、聞いてますのにもう勘ができました。お料理、これ見てみなれ、徳さん、おまはんがこたつになるし、切り返してもうちゃんと勘しようと。こっち持てよ、こっち。あ、一生どっくり練習です。一生どっくり一生熱い入れて。あ、どうぞ、こっちも。じゃあ、分かりた。おい、徳さん、さ、やっとり、手着でやっとり。いいえ、結構で。手着で結構で。こんなのついてもらったらどね。湯飲みで結構、湯飲みで、部屋置き。高校一人、これですか、この高校。わ、色ですな、なるほど。おもよどんがおつけになる。だそうでしたら、ね、いいよ、もうほっといてもね。勝手についてはいい。おぎごめん。ああ、ほら、ええ酒ですから。なるほど。この酒はもう、家も咲いてんまやか、咲いてんまやか。今日のあんた、家、なかった言わないでも、ちゃんと分かって。伏見屋の名手、白木行くでしょ。じゃあ、それ見てんなら、いいえ、さ、あんた、酒飲まいでも、我々あんた、肩聞いても、色つやみたかで、そこは酒飲みてえでんな。なんじゃちゅうこと、じきに分かる。ええ、これはなかなか名手です。今日の伏見屋のあんた、こいつ、白木行ったら、なかなか、ちょっと昔はこんなもん大名やないと口に入らなんだ。今日はもう旦那しか飲みません。我々こんなもん到底口に入らない。ああ、結構です。いや、とにかく頂戴します。へえ、OK。ああ、結構、ごめん。これと、結構でさ、もししかし、バンタハンコのなんですな、白木口の先は飲ますと口がさっぱりする代わりに、下の先まったりしたやつが、とろっと残る先がやっぱり、違いますな、そら。高い先は、結構です。でも勝手に終わりに、おげ、ごったんに、いや、もう、あんま年してないこと、お宅でこういうふうに酒呼ばれられるって言うと、おげ、こっち、もう勝手に勝手にどう、勝手に、もう勝手に、もう家もどうぞ、ほてと、ええ、おげど、結構ですわ。確かに、なんでな、番頭、お宅でこうやって私、出入りしておりまして、こうやってると、ああ、あんまのとこっちゃったら、まりゃ大阪やなと、おこしみですけど、わし、まりゃ大阪やないのんです。大阪やないのか、へえ、わしこうやってるやつけど、実はその、大和の八木のもんでの、
おお、ヤマトのヤギか、へえ、ヤマトのヤギのもんがお宅でこたつになるなんてバンタラ、まあ、で、ヤマトもたちやん。面白いもんでなぜけど、うちの家内ちなバンタラ、なんでんで。ええ、さっきは、うちの家内ちゅうのあらもし、今日の生まれです。それがおかしいですな。今日のもんと、ヤマトのヤギのもんが夫婦になるちゅうなバンタラ、えんちゅうまあ、どこにあるやなお、かいもんでさ、あみょんで、私の家内ちゅうなら、現にわしがいました、田中裏にわしおりましたな、あこのと、老人家とに、うん、ああ、まよ、こんだけ、あの、老人家分におたこと同じそう、んだ、十一八ひっちゃんわしてやろ、あこにうちの家内を奉公してたんです、そもここ、十八年ほど前、まよ、おり、古いことも申し上げますけど、18年前。まあ、しゃあねん。お前やだよ。バンタン、古いこと申し上げますけど、18年前。18年がその間。ごんな海やまんがいがたしなんで。わぁやだよ、もうちょっとわぁやだよ。まぁ、どうかくえや、この先へおまらと。ああ、えぐえ。その自分には、まぁ、うちの家内も、バンタン、まぁ、わがかか、褒めにはおわせねえけどですな、まぁ、世間では、向こうの十一茶のおなごさまやな、あんだけの気をして、あんなおなごしに、その、惜しいな、言うてな、バンタン、ほんまを、知らねえ。うるさいな、俺も。どっかええ加減にしといてんか、まあまあ、聞きないね。そうね、近所の若い者がうのめ、竹の実と肩入れやな。ああ、私が近所にいるだけ得したんですな。一遍もな、バンタン、一遍も。私がこう、老人を出てこう、仕事に行こうとも、向こうは表履いて、老人履いて、来ろうとする。向こうの人、バンタン、あの、十一茶の老人、向こう、あの、しべはべ、あんじょもの家足りへんがね。あ、昔はへずの、あこででへんがな。うちのあの、家内と私のシリトだ、シリトがな、同時の真ん中で、ポーンと足もたやこした、竹こうした、腹くすなんか、へえ、ポーンと衝突した。で、ほんとうちの家内今に、徳さん、なんぼ私の上のが一回上でやったかで、狭い同時、無理にポーンとこない、疲れてもいやへんかって私にポーンと持たれに行きよりは、ええ、あわてこの女も、ちょっと私にこれは気があんなと、わて思うてね。わてもこんな俺ついたれと思って、なんなんね、しわいたりこう、おいらがポーンと行き当たってやん、言うて、わて、ぱっとまた持たれかかってやったら、また向こうも言うたさえ、徳さん押さえても、いやへんから、ポーンとまたわてに持たれる。わて持たれるとか、わて思ったら、言うまんかて、俺にポーンと行き当たってやんかんな。うわぇ、ちょっと待って、またうわぇ、ちょっと、おい、徳さん、あんなやつ、あ、そう、にゃ、これ、こんで、あ、おやな、お前、そんな、おなことしてんじゃねえかな、もう、おい、上上がって、じっと下げんでも、いえ、さ、そんなんが、その、縁でね、おじ、で、そう、三軒目の、わしとから三軒目の、そう、マサハン言うのがね、もう、とこ、ややこしこすんな、俺が、なんじゃ、スイタ同士なら、婚礼して、なんじゃ、三三くと、さそう言うてくれましたけど、なかったらしてもらえても、言うても、二人が、自家応対に応対してさ、十一茶のそう、これあの細いおばやな、あのゴム箱の上でも日が暮れ紛れに向こうでな、もう散々ことしてもたんで、婚礼を。ほんあっさりした婚礼、もうそんなアホなことを言うてんね、いえ、そうでが見当たらで婚礼なんて敷き上げて、婚礼したらって、やっぱりあんた、なおし、別れる順には別れんなら、こっちあんたゴム箱の婚礼や。あ、めでたい。バンタン、そうあんた言うけどもやな、ゴム箱の上で、婚礼しただかいって、いまだに円満の鑑定あおいでんや。はは、かなんぼ見れたよ、わからん。あ、去年の円満のうちの話もやが、もうなんな話も、徳さんも大変も借りてくれ、借りてくれって言わなわからん。去年の夏いなこと、私がさ、仕事にいてさ、日が暮れに戻ってきたら、うちの家内め、行員の湯沸かしてるわけ、持ちべきものは、女房やんなと思ったん。風呂やったら御神で済むのに、それにうちで行員の湯炊くってる。かかなかなかもし、かかの聞こうたらんだらなおで、亭主があんた仕事に行ってるさかい、乗らんな、すんでええが、亭主が仕事に行ってるうちで、白玉、こう、首を塗りよって、ぐるっとしてるかか、気ぃつけんなあんねんけど、ねえ、
私が仕事行ってるさかいって、女子中に行事の湯を沸かしてるちゅう、肩の聞こえたらんだろ。ああ、お手元の酒寄せの湯の前とに当たしてやろ。さあ、わしゃ、そばじゃ、って、あんまり肩の気に落とされて、おで、ぼちゃいじゃ、お風呂入りかけて、ははたらいん中いな、おで、ほんま、ああ、でもなっちゃろ。ゆっくりして、わて、また脱いでな。へで、わて、行事の湯をしてるちゅうと、肩上がり口泣きまん。しくしく。なんで泣くねえ、ちょっと肩の言うな、嬉しいに。え、ねえ、世間には、まあ、家族恩師があると。で、うちではそんなもんたかれへんねえけど、まあ、こうやってうちで今日こうやって、まあ、たらいの新家族恩師を炊いたと。でて、夫婦やさかい、何も席がはばかれたけ、遠慮気がにあれへんさかい、お前も入ったらだやと言われたら、私は入りませんけど、まあ、炊いた暑さ忘れてしもって、心配に思うと、こう、彼が言われる。なあ、あんた。それだって、あんたは、入ってんなのちょうど男ちゅうま水くさいもんや長年こうやって私と育てて私のこうやって耐えてるちゅう女房の腹がわからんのか知らんと思います。私は聞いてあと恨まて我が身で私を恨む言うてか。もうおいおいもう徳さんええ加減にしとけ。ないだろどんどんおい誰といっぺん変わってくれ。おいえらいもんに酒飲まれたもう徳さん、まあ、頼むやお前、まあ、そう言うてかかが泣くさかい。わた今そんな遠慮することはねえよ。我も入ったらええやな。言うたらかかべわてが入れ言うたらなおじにたっと笑ってな。ええ、どうぞそっちを向き合わせばし、背中7つ目やかって言わんさけ、その大きい親は風呂で勝手にまた友達同士流す。お前女がやすなげに、たかのこっちはそっち向け、俺が7つ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 
じまへんが、こっちは長袖を向くが、長笹さん、二人があんた追いかけ合いしてるってなこってよ。みっともねえな、おじ。もんなもん、どっち行ったって、長さねえんだなんて知らねえんだ。あの、なじゃお互いに背中や、シャボンの泡だけつけといて、背中の背中と合わせて、上上がったり、下へ下がったり、流しゃいしょうか、言うてな、妙とか、二人の中で、捨てた安城もし、言うかけおったら、底抜けて、言うあらへんねん、たらへんの。長屋総出でみっともねえ、知らなんだ、みっともねえな。同じような、あんまごたん、交代します。